カイツリー行ったことないな。毎日書斎から見えるスカイツリー、こっから行ったことないな。まっすぐ進んだらどんぐらいなんだろう。距離にしたら十数キロぐらいなんだけど、電車でしか行ったことないな。陸をずっとなるべく直線で進んでったらどれぐらいかかるのかな。毎日書斎から眺めてはいるけど行ったことないな、こっから。スカイツリーまであと十数キロあります。路上駐車多すぎだろ。早稲田のあたり、高田の馬場のあたり、自転車で走ったことあんまないんですけど、意外と道幅広くて走りやすい。車の路中が多いから左折の車に気をつけないと。ちなみに今自宅のある西からスカイツリーは東の方向へ向かってます。あと10キロぐらいです。割と東の方に向かう道空いてますね。家出た時はちょっと寒かったですけど、もうさすがに寒くないですね。もう結構走ってると体が温まってますね。やってて気づいたんですけど、元ブログよりも難しい。喋ってる時、漕いでる時に酸素使うし、あと割とモーメントを無駄にしたくないと思うと結構ね、黙っちゃいますね。ああいうちょっと坂道になってるところ、電動アシスト自転車速いですね。子供を乗せたお母さんの方が走り出し早かった。もっと走りづらいと思ってたんで、意外と走りやすいっていうか、東京の東の方に向かう道、夜結構空いてるっていうのがびっくりしました。うわ、こういうとこでもうね、ギアの変速が今スムーズにいかないんだよ。ギアの変速がスムーズにいかないと、やっぱギアチェンジしないで登っちゃいますね。あれ、新庁舎の建物だ。神楽坂。神楽坂はこの辺もね、よく来るお店あります。だ、自転車で来るとこれ危ないな。神楽坂エリア危なかったっすね。自転車通っていいはずなのに、路中してる車を避ける車が結構危ないっていう。神楽坂越えるとまた交通量ちょっと増えましたね。まあ当然なのか、やっぱ自転車で走ってる人少ないですね。自転車専用レーンを30キロ前ぐらいで走る人あんまいないっすね。あとやっぱね、僕が子供の頃の住んでた埼玉と違って信号多い。あと 7.4 キロ。あ、なんかすげえ、なんか これ東京ドームシティだ。東京ドームシティすごい。うわ、懐かしい。大学生の頃よく行ったわ。大学生の頃よく授業サボって楽屋とか行ったりとかしたな。夏に友達のバイト先のマックにみんなで冷やかして行った後、花火大会とか行ったな、大学生の頃。あ、なんか楽屋楽しそう。いいな、なんか青春って感じする。空いてて幅広の坂道、なかなかいいですね。さすがにちょっとギア変えよう。今シッティングで、やっぱちょっとこれギアおかしいな。なんかやっぱなんか変な音鳴ったらギアおかしい、これ。でもまあこれ2008年に買ったロードレーサーですけど、フロントフォークがカーボンで他はアルミなんですよ。で、車重は10キロ以上はあります。しばらくまっすぐであと 5.1 キロです。割とこの後はね、なんかずっとまっすぐって感じですね。もう東の方へ割とまっすぐ、しばらく。でも自転車最近あんま乗ってないんですよ。有酸素運動そんなにやってないんですけど、まあ
まあ週2回はジム行ってるからか、ジムのウェイトトレーニングが1回40分ぐらいで、無酸素運動ながらもそこで心肺機能も鍛えられてるんでしょうね。まあ普段乗ってない割には割と平気ですね。中高年の人本当自転車ブレーキかけない。茨城に住んでた頃はこの辺バイクでよく来てましたね。高校生の頃この辺自転車走ったかな、埼玉から。上野を過ぎてさらに東の方に行くと交通量5番目上に整備されたまっすぐな道で、幅広で割と走りやすい。そもそも僕なんでスカイツリー目指したんですかね。まあ、スカイツリー目指した理由は、書斎から毎日スカイツリーが見えるんですよ。だからまあ見えるから行ってみたいなと。電車で行ったことあるんですけど、なんか直線距離進んで行ってみたいなと思ったんですよ。だから理想を言うとね、あの書斎から空飛んでスカイツリーまで行けたらいいんですけど、それできないんで、なるべく直線距離を自転車で今行ってます。本当にこの電動自転車増えましたね、スポーツタイプのやつ。なんかちょっと意外なのは、電動アシストある方が、まあ別に走り出しとか機械倒りだからちゃんと止まるところで止まるのかなと思ったら、意外と電動アシスト車乗ってる人の方が赤信号で止まんないとか、急な飛び出しとか危ないですね。あ、隅田川、あ、てかいつの間にスカイツリー、え、ちょっと、いつの間にか隅田川渡ってた。あ、綺麗。え、ちょっと止まりたいんだけど。この辺はね、よくね、自転車で来たんですよ。中2の頃とかか、マウンテンバイクでよく来ましたね。埼玉の江戸川沿いにずっと南下してって、で、6号線に出るんですよ。で、6号線沿いにずっと浅草まで来るっていうのは、中学高校時代よく走ってましたね。友達ん家行ってました。かっけえな。写真撮ろうか。あと 1.7 キロ、はあ、昔はスマホなんかなかったから紙の地図で走ってましたね。そうそう、この辺こういう感じでしたね。車通り少ないんですよね、この辺。埼玉と浅草を往復してる頃もよく通ってたし、あとはね、もう20代前半の頃、茨城から車とかバイクで東京遊びに来て帰る時もこの辺通ってたんです。この東京の東側のちょっと忘れられたかのような感じ、懐かしいですね。前小岩にも住んでたんですけど、小岩も結構ガランとしてて人気がない感じ、僕好きなんですよ。すげえ見えてきた。こんなまっすぐ書斎から見えるスカイツリー、こんなに間近でスカイツリー見えるんですね。あ、すごい体感だ。うわ、近づいてる。近いけど駐輪場本当あんのかな。駐輪場どこだ。さて駐輪場どこ。駐輪場、なってんだ。結構収容台数ある。店舗入り口、こっちか。せっかくだから行ってみようかな。展望デッキ当日券購入、こっちか。すごいな、すごい、初めて来た。うちどこだろう。一人で来てる人誰もいない。8時で入場締め切られてからどんどん人減って、人減ると結構すごいいいっすね。僕結構高いとこ好きなんだよな。なんかずっと見ちゃう、ずっと高いところから見ちゃうわ。
こっちに書斎があるはずなんだけどな。さすがに書斎どこだか分かんないっすね。さすがに自分の家どこだか分かんないですね。僕ん家からはここ見えるのに、ここからは僕ん家見えないっすね。もうこんだけ光あったら紛れちゃいますよね。もういいかな、なんかお腹空いてきたな。千葉方面の景色すごい抜けがあっていいっすね。海挟んで千葉っすもんね。なんか見ちゃうな千葉。夜に外国に飛行機で着いたみたいな感じですね。さすがにもう帰るか。あ、ガラスの床があるんだ。一人の釣り良かったな。ホタルの光流れ出してる。ちょっとなんか食べたいんだけど、マストオーダーあとね2分ぐらい。そうっす、焼肉ビビンバ丼の大盛りで、本当に今たった今注文が受付終了になったみたいな。全然危なかった、はい、どうも。うまそう。いただきます。うん、うまっ。ごちそうさんでした。買い物をした。そういえばスカイツリーでセガール川柳とかの仕事やったことあった。審査員みたいな仕事やってましたね。そういえば駐輪場どこだ。え、まさかこんなとこで迷子になると思わなかった。これを僕は車載からいつも見上げてるんですね。十数キロ離れてもそれなりに見えるって、やっぱこれでかいんですね。僕はこれをいつも車載から見てるんですね。赤くなってんのもね、車載から見えますからね。いつも近くで見るとこういう感じなんですね。来てよかった。西駐輪場こっちかな。ああ楽しかったな。なんか楽しかったな、自転車で行くの。ちょっと寒いですね、やっぱ体が冷えちゃったんで。いやでも自転車でなんか突発的に来てよかった。書斎から見えるスカイツリーっていう景色が自分と関係を持った感じがしてすごい楽しかったです。あいにくスカイツリーから我が家はちょっと見つけられなかったですけど、楽しかったです。以上、ケイスケライダーでした。それでは。